着想点というのは言い方を変えると世界の見方になるわけですけども、それがどういうふうに作られているかというと、これまで僕が自分自身でどういう作品を作ってきたか、でここ最近は人間の文明が高度化していろんなものを自動化しているということをテーマに作品を作っているので、愛であるとか信頼であるとか、でそういう自動化のムーブメントと、例えば民主主義であるとか監視社会であるとか仮想通貨であるとか AI であるとか、いろんな社会現象というのがどういうふうに結びつくかというのを考えながら作品を作るようにしています。